マーチです。今回は、えぇ、ー、サクラサーバーでパスワードを変更したら、ワードプレスのデータベース確率エラーになったっていう件でですね、えー、お話をさせていただこうと思います。えー、そもそもですね、データベース接続確率エラーっていうものは、あの、何なのかっていうことでですね、 えー、こんなエラーが出るんですね、えー。Chrome で開けた画面なんですけども、えー、Wordpress っていうのはですね、えー、投稿記事の本文とかですね、えー、メディアファイルに関する情報などはデータベースの中に保存されてるんですね。あのー、いつも FTP ソフトでですね、開く画面に保存されてるわけじゃないんですね。 で、それがですね、えー、基本、えー、FTP にあたるものが、このファイルマネージャーに相当するんですけども、このファイルマネージャーの扱いがですね、えー、結構ちょっとめんどくさいのでですね、お客様に、えー、FTP のパスワードを教えてくださいとこうこう言ったところですね、えー、サーバーパスワードを変更されたみたいでですね、 えー、これがファイルマネージャーの、こう、状態ですね。ここでも、えー、まあ FTP ソフトを使わなくても、あのー、アップロード、ダウンロードともにね、えー、簡単にできるんですけども、えー、ファイルが、こう、重なったり、フォルダーごとってなるとですね、ちょっと面倒だったりします。 でね、えー、サク桜サーバーは、あの、こちらの方でですね、サーバーパスワードの変更が簡単にできるようになってるんですけども、これを変更したときに、えー、サイトにアクセスしようとしたらですね、先ほどのエラーが出たということなんですね。で、試しにですね、えぇ、ー、 もともと聞いてた、えー、サーバーパスワードを入れてみたんですけども、えー、当然変更されてるのでらいのに。で、wpconfig のですね、この35行目にパスワード保存されてるんですね。ここを新しいものに変えたと言われるものに変更したら、問題な,なくあのサイトは、あの、表示できたわけです。 ということはどういうことかと言いますとですね、桜サ,サーバーでのサーバーパスワードというものはですね、イコール FTP パスワード、イコールデータベースパスワードということでですね、えー、こう3つの部門で使い回ししてるもんですから、これ厳重に保存しないといけませんよということなんですね。で、これあの知らないとですね、 本当に痛め見ますので,で、またこれがブロック破られるようなことがありますと、とんでもないことになります。でサーバーパスワードっていうのはあのこちらで入力するパスワードになりますので、えー、皆さんもですね、桜サーバー使われてて、えー、知らなかった方は、あのー、本当にあのサーバーパスワードっていうものが大事なものですので、あのー、ちゃんと保存してください。 あの、安易にね、変更する。それでエラーになるっていうことないように。で、えー、これはですね、いつものようにブログ記事には載せません、ね。えー、どうしてもという方は優勝対応になりますが、えー、熊町の方で作業させていただきます。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。